いや、俺が怒ってたのは違うんだよ。あの、ユージに対する膝ね。あ、それは死の弾道剤ってやつね。そうそうそう、あれ動けないよ、あれやられたら。俺総合格闘技やってるから分かるよ、あれやったら動けない。あ、そうなんですか。そうだよ。僕でも本当に知らなくて、うん、あの行為がそんな動けないとかなるとか。そう、動けないんだよ総合格闘技で、膝で顔の上にやられるともう力入んないんだよ、はい、え、そうなんですか。やったるわ。一回でも体現してみたらいいんじゃないですか、うん、それは。なんかしゃがんだら、あの首元に足があった。嘘つくな。で、誰もテルのことをね、止めに行かなかったな。で、俺がそっこ行って、パーカー引っ張って、そしたらテルの顔が笑えた。笑えた笑えた。どんな顔だったすいませんみたいな。え、でもこれリアルな話していいですか。僕、あん時、え、僕、え、ケノスさん、あん時ちょっと冷静でした。誰ケノスさん、止めに行ってくれた時。冷静もないよ、冷静しかないでしょ。あ、そうですよね。そう、その時僕、あん時困ってたかもしれなかったですか。困ってたね。あの、めちゃくちゃ困ってた、ね、坂崎さんのここ行ってる時に、うん、俺どうしたらいいかわからなくなって、誰も止めてくれなかったから、うん。で、俺、こうやってたら、ケノスケさんにここピッて引っ張られて、お前ちょこいって言われて、もうやるすぎだろ、お前の体重で乗っかって動けねえだろ、おい言われて、え、すみません、怖っ、それは怖い。え、目マジ、目マジ、初めて、ケノスケ、あ、初めてじゃないな、昔アウトサイダーの時に無視された時の名刺だ。なんかね、対抗戦で、やっぱあいつらもうずっと戦友だから、もう昔からアウトサイダー出て、そのアウトサイダーの団体をね守ってきたみんな選手だから、だからあそこからこっちの線に来た瞬間、だから米尾もそうよ、黒石に行ったわけよ。 あ、うん、あ、そうですね、あの時もゲノス前に出てましたね。そうや、出た出た、ふざけんじゃねえよって。なんかでもなんかそういうのが今ね、もう世代交代されてね、新しくブレイキングダウンってできて、こんだけね、みんな盛り上がってるから、まああそこはあれでね、すごいことっすよ、マジで。ね、面白かったと思うよ。